ジョン・スノーは英国の医師で麻酔と医療衛生の発展における先導者だった。1854年にロンドンの双方で起きたコレラの発生原因を追跡するという仕事のために現代の疫学の創始者の一人と考えられている。オックスフォード大学の研究者は、スノーの調査結果が麻酔の採用とロンドンの上下水道システムの根本的な変化を促し、 他の都市でも同様の変化をもたらし、世界一般の公衆衛生の大幅な改善につながったと述べている。スノーは1813年3月15日に、イギリスのヨークのノースストリートの家で、ウィリアムとフランシスの間に、スノー家の9人の子供の長子として生まれ、オールセインツ協会で洗礼を受けた。彼の父親は、ヨークシャー丹田からの橋家が絶えず、埋め尽くす。 ウーズ川沿いの地元の丹田で働く労働者だったが、後に、よく北部の小さな村で農民になった。近所は、市内で最も貧しい地域の一つで、ウーズ川に近いために頻繁に洪水の危険に、さらされていた。成長したスノーは、故郷で不衛生な状態と汚染を経験した。ほとんどの道路は不衛生で、川は、市場広場、墓地。 下水からの流出水で汚染されていた。スノーが洗礼を受けたオールセインツ教会スノーは幼い頃から数学の才能を示した。1827年、彼が14歳の時に入ッするアポンタイン地域でウィリアムハードキャッスルの下で医学の見習いとなった。月下と薬学の見習いをしていた1832年に炭鉱の村キリングワースでこれらの流行に 初めて遭遇した。スノーは、この病気の犠牲者の多くを治療し、経験を積んだ。やがて絶対禁酒主義に転じ、1835年には、禁酒の制約書に署名して、禁酒を特徴とする生活を送るようになった。また、菜色主義者でもあり、純粋な蒸流水のみを飲もうとした。1832年から1835年の間、スノーは、 単行の外科医の助手として、最初はダラム州バーノップフィールドで、次にウェストライディング・オブ・ヨークシャーのベトリー・ブリッジで働いた。1836年10月に、ロンドンのグレート・ウィンドミル・ストリートにあるハンター医学校に入学した。1830年代、スノーは入滑する病院で外科医、トマス・マイケル・グリーンハウの同僚となった。外科医たちは協力して、 イングランドでのコレラ流行の研究を行っており、両者も長年にわたって研究を続けていた。1837年、スノーはウェストミンスター病院で働き始めた。1838年5月2日にイギリス王立外科医師会に会員として入会し、1844年12月にロンドン大学を卒業し、1850年に王立内科医協会に入会した。 スノーは1849年のコレラの流行に代用して1850年5月に結成されたロンドン疫学会の創設メンバーだった。1856年までにスノーとグリーンハウのおいエドワード・ヘッドラム・グリーンハウはこの恐ろしい惨劇、コレラについて議論を行った学会で一握りの尊敬される医学者だった。1857年スノーは パンフレット、来る、病の原因としてのパンへの異物混入についてで、疫学の初期にしばしば見過ごされていた貢献をした。ジョン・スノーは、患者が苦痛や痛みを感じることなく、外科的及び酸化的処置を受けることができるように、エーテルとクロロホルムを外科麻酔薬として使用するための、投与量を研究及び計算した、最初の医師の一人である。彼は、 エーテルを患者に安全に投与する装置を設計し、クロロホルムを投与するマスクも設計した。彼はまだナイトの称号を得ていなかったが、ビクトリア女王が彼女は9人の子供のうち最後の2人。1853年にレオポルドと1857年にベアトリスを出産した際に、直接クロロホルムを投与したため、酸化麻酔のより広い社会的需要につながった。 スノーは1847年にエーテルについての論文、エーテルの蒸気の吸入についてを発表した。クロロホルムとその他の麻酔薬とその作用と投与についてと題された長編版が死後の1858年に出版された。1843年ロンドン大学で学士号、1844年度 MD を取得。以後、 双方のフリスストリート54番地で外科医研総合診療医として開業した。ジョン・スノーは麻酔科学を含む幅広い医学的懸念に貢献した。臨床及び科学的デモンストレーションを専門とする組織であるウェストミンスター医学会の会員だった。スノーは彼の科学的アイデアの多くを実験し、追求しながら名声と認知を獲得した。 学会の会議で何度も講演し、論文も書いて発表した。特に呼吸器疾患の患者に興味を持ち、動物実験で仮説を検証した。1841年に窒息について、そして死残時の蘇生についてという論文を書いた。これは、新生児の呼吸、酸素消費、体温変化の影響に関する彼の生理学的発見について論じたものである。 したがって、彼の麻酔と呼吸への関心は1841年から明らかであり、1843年から呼吸への影響を見るために、エーテルの実験をした。エーテルがイギリスに導入されてからわずか1年後の1847年に、彼は、エーテルの蒸気の吸入についてと題した、エーテルの使用の手引きとなる短い論文を出版した。同時に、 麻酔の臨床経験を報告する様々な論文に取り組み反応手順実験に注目した彼は麻酔薬としてエーテルを徹底的に研究したが特許を取ろうとはしなかったその代わりに自分の観察と研究に関する著作を執筆し発表し続けたエーテルが導入されてから2年以内にスノーはイギリスで最も熟練した麻酔学者となった ロンドンの主な外界たちは急に彼の助けを求めるようになった。ジョン・スノーはエーテルと同じくらいクロロホルムも研究した。エーテルは1847年にスコットランドの3回、ジェームズ・ヤング・シンプソンによって導入された。彼はクロロホルムがはるかに強力であり、それを投与する際により多くの注意と正確さを必要とすることに気づいた。 スノーがこのことに最初に気づいたのは、15歳の患者、ハンナ・グリーナーが足の爪を切る手術を受けた後、1848年1月28日に死亡した時だった。彼女は、クロロホルムに浸した布で顔を覆って投与された。しかし、すぐに脈を失い死亡した。彼女の死とそれに続く数人の死を調査した後、 クロロホルムを慎重に投与しなければならないことに気づき、ザランセットへの所管で結果を公表した。スノーの仕事と発見は、麻酔と出産の実践の両方に関連していた。彼の参加患者に関する経験は後半であり、患者を治療するためにエーテル、アミレン、クロロホルムなどの手術の物質を使用した。しかし、クロロホルムが最も投与しやすい薬剤だった。 彼は77人の参加患者をクロロホルムで治療した。彼はクロロホルムを分娩第2期に適応し、患者を完全に眠らせることなく、量を制御した。患者が赤ちゃんを出産すると、彼らは収縮の前半を感じるだけで無意識の境界にいるが、完全にそこにいるわけではない。麻酔薬の投与について、スノーは、 月会以外の人物が使用した方が安全だと信じていた。出産時の麻酔薬としてのクロロホルムの使用は多くの医師やイングランド教会でさえ非倫理的だとみなしていた。しかし、1853年4月7日、ビクトリア女王は8人目の子供の出産中にジョン・スノーにクロロホルムを投与するように頼んだ。その3年後の娘の出産でも投与した。 酸化麻酔は19世紀以降、医学的、宗教的に受け入れられるようになった。1866年のロンドンでのコレラ流行後の、チズコレラやセンペストなどの病気は、汚染や有害な悪臭によって引き起こされるという主張で当時、支配的な小季節に、スノーは、怪奇的だった。病原体説はまだ提唱されていなかったので、スノーは、 病気が伝染する仕組みを理解していなかった。証拠の観察から小季節を軽視するようになった。彼は最初に1849年のエッセイ、これらのコミュニケーションのモードについてを発表し、1855年に1854年の双方流行における給水の役割の調査結果を取り入れたより詳細な論文を発表した。地域住民と話をすることで、 彼は流行の原因がブロードストリートの公共給水ポンプであることを特定した。スノーがブロードストリートのポンプから採取した水のサンプルを顕微鏡で科学的に検査したところ、その危険性が決定的に証明されたわけではなかったが、病気のパターンに関するスノーの研究は説得力があり、地元議会を説得して、井戸のポンプのハンドルを外してポンプを停止させた。 この行動が流行を終わらせたと一般に信じられているが、スノーはすでに急速に流行が収束しているかもしれないと観察した。先に述べたように、集団発生のすぐ後に始まった人口の離散によって死亡率がかなり低下したことは間違いない。しかし、水の使用が停止される前に発病は減少していたので、井戸がまだこれらの毒を 活性状態で含んでいるかどうか、あるいは何らかの原因で自ら、これらの毒がなくなったかどうかを決定することは、不可能であった。1854年のロンドンの流行における、これら症例のクラスターを示すジョン・スノーによる元図を、チャールズ・チェフィンズが描き、石版印刷した地図。スノーは後にドットマップを使って、ポンプの周辺のこれら患者群を図示した。また、 水源の水質とコレラ患者の関係を示すために統計を用いた。彼はサザークボクソール水道会社がテムズ川の下水で汚染された区域から取水して家庭に供給したことでコレラの発生が増加していることを示した。スノーの研究は公衆衛生と地理学の歴史において大きな出来事だった。これは液学上の最初の出来事とみなされている。 現場に向かうと、ほとんどすべての死亡が、ポンプから近いところで起きていたことに気づいた。別の街路ポンプに明らかに、近い家では10人しか死亡しなかった。これらの例のうち5例で死亡者の家族は、近くのポンプよりもブロードストリートのポンプの水が、好きなので、いつも送られてくると私に言った。他の3つの事例では、死亡者は、ブロードストリートのポンプの近くの学校に通っていた。 子供たちだった。ポンプのある地域で起きた死亡について死者が、ブロードストリートのポンプ水を絶えずまたは時々飲んでいたと私が聞いたのは61例だった。調査の結果、ロンドンのこの地域では上に述べた井戸のポンプの水を飲む習慣のある人以外に、これらの特別な発生や流行はなかった。私は、今月7日の夜、セイジェームズ教区のガーディアン紙からインタビューを受け、 蒸気の状況を伝えた。私の発言の結果、ポンプのハンドルは翌日取り外された。ジョン・スノー、メディカル・タイムズ・ガゼットの編集者への手紙双方のブロードウィック・ストリートにある、ジョン・スノー記念館突破部その後、研究者たちはこの公共の井戸が、糞便細菌が漏れ始めていた、古い汚、水溜めからわずか3フィートと掘られただけであることを発見した。 別の感染源からコレラにかかった赤ちゃんのおむつが、この汚、水だめに洗い流されていた。その開口部はもともと近くの家の下にあったが、家は火事に遭い遠く離れたところで再建された。市は通りを広げ、お水だめはなくなった。当時、一般的にほとんどの家の下に、お水だめがあった。ほとんどの家族は、下水が土壌に分解するよりも早く汚水が充満するのを、 防ぐために生の下水を集めてテムズ川に捨てようとした。トマス・シャプターは同様の研究を実施し、ジョン・スノーの7年前にエクセターでこれらの研究にポイントベースの地図を使用したが、これでは後に責任があると考えられた吸水問題を特定できなかった。これらの流行が収まった後、政府当局はブロードストリートのポンプのハンドルを交換した。彼らは住民が受けた。 緊急の脅威にのみ反応し、その後、スノーの理論を拒絶した。彼の提案を受け入れるということは、病気の糞便口経路での伝染を間接的に受け入れることを意味し、大部分の人々が考えるにはあまりにも不快だった。スノーの主な反対者の一人だった、ウィリアムファーがブロムリーバイボーで別のこれらの流行を調査する際に、彼の診断の有効性に気づき、 沸騰していない水を飲まないように即座に命令を出したのは1866年のことだった。ファーは汚染された水がどのようにこれらを広げたかについてのスノーの説明を否定したが水が病気の広がりに役割を果たしたことを認めた。実際ファーが収集した統計データの一部はジョンスノーの見解を促進するのに役立った。公衆衛生当局は 改革者がしばしば巻き込まれてきた政治的闘争を認識している。イギリスのポンプのハンドルの年次講演会では、ジョン・スノー協会のメンバーが公衆衛生の進歩に向けた継続的な課題を象徴してポンプのハンドルを取り外し交換している。スノーは17歳で菜食主義者になり、後に絶対権修主,主義者になった。野菜に乳製品と卵を補うことで、 卵自治菜食を取り入れた。肉食の友人よりも水泳に引いれるほど健康だったという。後に動物性の食品を完全に排除するビーガンになった。1840年代半ばには健康が悪化しビーガン食が原因と考えられる人生害を患い、医師の勧めにより動物性の食品とワインも取るようになった。 水を飲むときは可能な限り上流させた純水を選んだ。生涯見込んだった。大学卒業後の1844年に結核を患ったが、空気の良い場所で療養して回復した。1830年、スノーは禁酒運動に参加した。1845年、ヨーク禁酒協会の会員になった。健康が衰えた後、 消化を助けるためにワインを少量飲むようになったのは1845年になってからだった。スノーは1852年から1858年に亡くなるまでロンドンのサックビルストリート18番に住んでいた。ロンドンの医院で働いていた1858年6月10日、当時45歳でスノーは脳卒中で倒れ、回復せず1858年6月16日に、 亡くなり、ブロンプトン墓地に埋葬された。自分自身を麻酔の実験台にすることを繰り返していたことによる健康への悪影響が創生の大きな原因だったのではないかと考えられている。ロンドンのブロンプトン墓地にある葬儀記念表立科学会によって建てられたブループラーク。ありがとうございます。